はい、スタートです。スタートはまず、外側ですね、まあ、内側からも、5番の鈴木選手行きましたけども、あとは諸橋選手ですよね、ですけどもやはり、鈴木選手が前ですので、これは8番の岩本選手が、上昇してきて、千葉ラインを形成しますね。これから8番の岩本選手が前に上昇してきましたね。8番5番千葉勢です。そしてその後ろなんですけども、1番の地元諸橋選手が取ってますので、4番の新山選手が上昇してきます。今日地元の諸橋選手は青森の新山恭平選手を目標に戦います。4番1番ですね。新山選手は先行力は本当にありますのでね、ナショナルチームの一員ですから、やはりここは新山選手の力が抜けているなというところですよね。そして、その後ろなんですけども、畠選手2番ですね。そして7番の香川選手、2番7番、ここは、四国の2人です。そして最後方には9番3番6番、野原選手に中川選手、坂口選手と、近畿の、3人となります。ここは野原選手、非常にレースの厳しい選手ですね。先行もします、まくりも打ちます、横の仕事もさばきもやります。その後ろの稲川選手も厳しい選手です。タイトルホルダーで横の動きも、厳しいですけども、今は、やっぱり、失格もありますのでね、自己点の規制が少しあるのかなというところですよね。あとは6番の坂口選手、どこからともなく突っ込んでくる、そのレーススタイルはね、本当に、素晴らしいものがありますよね。こうなってきますと、まずは、9番3番6番、近畿勢から上昇していってレースを崩していくと思うんですけども、その時に4番の新山選手がどのような、仕掛けをするかですよね。あと畠選手のレースですよね。まずは2番の、畠選手、ここで、9番3番6番が行ったところについていって、それを一旦切れるようであれば、まあ、先行する気がそれはもちろんないとダメなんでしょうけども、ここで1回切れるようであれば4番ね、待てたはずなんですけどもね、ちょっと戻してもらっていいですか、すいません。畠選手が、ちょっと戻してもらっていいですか。畠選手もう少しお願いします。畠選手もうちょっとお願いしますの戦い方なんですけども、ここで9番3番を抑えに来た時にお願いします。先に、叩きに行けばいいんですけども、ここで新山選手入れちゃってるんですよね。なのでやっぱりここで一回前に出て新山選手を待つぐらいの気持ちがあれば3番手なんですよ。それを野原選手がやってるんですよね。そうするとこれ9番と2番が入れ替わるはずなんですよ。で畠選手が内側にいるはずなので、畠選手はいくらここを内側に押し込んだところで野原選手横うまいですからね、ここは3番で取られてしまうというのはこれはもう決まってきったことで、この辺を畠選手は改善していかないといい位置が取れない、いつになっても取れない状態になりますよね。先行している新山選手、そして番手には、地元の諸橋選手ですよね。野原選手はうまいですよね。車間を空けて、これ2着までが、進出ですからね、まあ、ここはまくり追い込んでというところなんですけども、諸橋選手も直線になってね、ここは全力で踏んだんですけども、やはり坂口選手も伸びてきて、はい、そして、野原選手、坂口選手、岩本選手というところで、やっぱ縦に踏める選手が伸びてきましたよね。9番、6番、8番という形で、この、第11レースは終了いたしました。まあ、やっぱり稲川選手がやっぱ最後内に入っちゃったのがね、そうでしたね、坂口選手の伸びるコースになっちゃったんだよね。そうだと思いますね。はい、まあ、その辺がね、まあ、一つ、まあ、明暗を分けたというところもありますけどね。そうですね。